400円で日本渓流魚もあのコウノトリもフェネックだって見れちゃう。ここはおしゃれな街のとある池。こんにちは、一人歩きゆらです。今回の一人歩きは東京の吉祥寺駅すぐ近く、井の頭池のほとりにある井の頭自然文化園の水生物園編。400円では入れるとは思えないボリューム満点、井の頭池のこれまでと今を伝える施設を歩いていきましょう。この後すぐマップの説明をするけど、その前にこちらが入園料。入園料は400円、年パスを買っても1600円。すごく小さい施設なんでしょうって思った？実はこの井の頭自然文化園は、今回紹介する水生物園と次回の動画で紹介する動物園で分かれていて、なんと400円のチケット1枚でこの2つの施設に入れちゃう。ちなみに動画のオープニングに出てくれた渓流魚とコウノトリは今回の水生物園で紹介、フェネックは次回の動物園に入れてもらいます。ではでは園内を歩いていこう。まず出迎えてくれたのはコールダック。マガモを品種改良して生まれた世界最小のアヒルであるコールダック。実はカモを捕まえるためのおとりとして飼育されていたすごい過去があるんだけど、いつの間にか人間が可愛さの虜、立場逆転バード。この鳥はダミゴエバーアオサギ。ここまでポスターと同じポーズだったらやるしかない。アメリカでのゴールデングローブ賞を日本アニメ映画で初めて受賞したらしいね。めでたいバード。こちらはコウノトリ。ニュースとかで一度は聞いたことがあるこの鳥は、古くから日本人に親しまれてきたんだけど、実はつい最近まで日本から姿を消していました。そんなコウノトリの歴史はこんな感じ。1971年、日本の経済発展の煽りを受けてしまい、日本の野生のコウノトリが絶滅。その後、国内各地の動物園が中国から輸入したコウノトリの飼育・繁殖に取り組み、1988年に東京都多摩動物公園で国内初の繁殖に成功しました。2005年、兵庫県豊岡市で5羽のコウノトリが放たれ、2007年には豊岡市の人工の巣用の塔で放鳥後初めての繁殖に成功。2015年では千葉県野田市でも放鳥がスタートして、2023年7月時点で343羽が野生で暮らしているんだって。ちょうど特別展示でコウノトリの説明をしていたからこっちも紹介。そこでは野生のコウノトリの一年や特徴を説明していたり、コウノトリとの背比べができたよ。初めてコウノトリ見たけど、110センチもあって眼力も強いのは他の鳥にはない迫力があるね。こちらはタンチョウ。コウノトリに負けない迫力を持っているこの鳥は、頭のてっぺんに日の丸のような赤い模様があるのが特徴。鶴といえばこのタンチョウをイメージする人が多いくらい昔から日本人に親しまれていて、タンチョウという名前の金魚が作られたほど。この金魚も頭が真っ赤だね。次はおしどり。仲がいい夫婦を意味するおしどり夫婦の言葉はこの鳥から来てるんだ。じゃあさぞ夫婦仲がいいのだろう。おしどりは毎年パートナーを変えます。なんならオスは育児に参加しません。つがいで行動するのは産卵するまでです。ひでえ話だよ。次はサカツラガン。昔国語の教科書で大蔵じいさんとガンを読んだことがある人はガンを挿絵で見たことがあるね。このガンは赤茶色の頭からサカズラって名前がついたらしいけど、言い過ぎじゃない？さすがにかわいそうなガンでした。他にも様々な鳥がいたけど、野外展示はここまで。次は水生物園の奥にある井の頭池のこれまでと今を伝える水生物館に入っていくね。まずこちらの井の頭フラスコモ。環境省レッドリストでは絶滅危惧一類に分類されているこの藻類は日本固有種。1957年に井の頭池で発見され、井の頭の名前がついたけど、60年代には湧き水の減少や水質の悪化で絶滅。しかし実は絶滅はしていなくて、貝掘りによって2016年に地中に眠っていた卵胞子が発芽。59年ぶりに復活した井の頭池の生き証人。復活の要因となった貝掘りとは、池の水全部抜く大作戦とかでテレビでやっていた池の水を全部抜くあれ。番組では在来種を守るために池の外来種を駆除しようって言ってるけど、貝掘りの本当の目的は別。外来種駆除はおまけの効果。本来の目的は泥などが堆積して池がなくなってしまわないように池底の泥をかき出したり、
池を天日干しにすることで、そこに溜まった窒素を放出するなどによる水質の改善。目的が勘違いされやすいから、ぜひ覚えておいてね。こちらは変わりゆく井の頭池水槽。井の頭池の一部をそのまま切り取ったような再現度の高いこの水槽では、オイカワなど井の頭池に住んでいた様々な魚たちが泳いでいます。普段見られない池の中を覗いているような体験ができるこの水槽では、フナの代名詞ギンブナも泳いでいて、綺麗な水槽だなと思って顔を上げると、鳥が水槽内にいる。この鳥はカイツブリ。井の頭池で一年中見られる鳥で、水草を使って水面に浮く巣を作って繁殖するユニークで可愛らしい鳥。運がいいと魚を捕る様子まで見れちゃうとか。お次は小さな水辺の生き物たち。日本アマガエルや東京サンショウウオ、ゲンゴロウ、農薬などに非常に弱く急激に姿を消しつつあるオオアメンボやタガメもここで見ることができたよ。こちらは昔と違える。すっごいプニプニしてそうなちっこくて丸っこいこのカエルには説明文がついていたから読むね。昔ツチガエルはツチガエルから独立、そして2022年から新種として報告されました。その名前で別種なの。プニプニ不思議ガエルでした。次は関東地方を代表する江戸っ子ガエルの東京だるまガエル。特徴的な模様とだるまのようなずっしりした体型が特徴。次は上流域水槽。さっきの井の頭池水槽もだけど、自然の一部を切り取ったような水槽でとっても綺麗。見応えがあるね。こちらでは葛西臨海水族園の後編でも紹介した水産資源として養殖が盛んな日光イワナ、パーマークが可愛いヤマメ顔で迎え、次の中流域富士水槽では上流から少し下ったところに生息するウグイたちが迎えてくれたよ。フチは比較的流れがゆっくりで深いため、ゆったり泳ぐ魚や、そこに溜まった砂をもそもそする小魚が住処としている穏やかなエリア。影になっているところで麦つくが隠れていたよ。この水槽の種名サインの右下になんかついているね。カワムツと麦つくの右下に青いマーク。実はこのマーク、外来種であることを表記したもの。青いマークは国内外来種、赤いマークは国外外来種。海外からやってきた生き物をイメージする人が多い外来種という言葉、実は国内の別の地域に住んでいた生き物が本来はいないはずの別の地域にやってきてしまったら、その地域では国内外来種として扱われます。例えば国内の南の地域に住んでいた魚が放流などによって北の地域に来たら、南では在来種だけど北では国内外来種になるってことだね。つまり先ほど見た青いマークのあったカワムツと麦つくはもともとは別の地域の魚ってこと。次の水槽は全ての種名サインに赤いマーク。ここは井の頭池でも問題になっている外来種が集まった水槽。特定外来生物の代名詞オオクチバスやブルーギル、カミツキガメが展示されていたよ。このカミツキガメは2007年にこの水生物館横の水路で見つかった個体だとか。この3種は特定外来生物なので、生きたままの運搬はもちろん飼育も違法とされている生き物たち。特別に基準を満たした施設では、そんな特定外来生物を飼育するための許可証をもらっています。この許可証ではいつ許可証が申請されたのか、許可番号、特定外来生物の種類、飼育許可が下りた数量、許可証の有効期限が記載されています。この許可証はこの井の頭自然文化園以外でも特定外来生物を飼育している施設で見ることができるから、興味がある人は探してみてね。この外来種水槽には鯉もって鯉にも赤いマークがついてる。実は日本に住む鯉は在来のノゴイとユーラシア大陸をルーツとする外来のマゴイ、ヤマトゴイがおり、この鯉は外来の方の鯉。正直2種の違いは難しいんだけど、体高が低くて細長い鯉が在来だとか、意外と知られていない外来魚。次はこの神秘的な水槽。これは昔の井の頭池水槽。実は最初に見た井の頭池水槽のところに井の頭池の生態の移り変わりについて説明書きがありました。そこには今はいなくなった魚たちと新しく入ってきた外来種の一例が、
最初に見た変わりゆく井の頭池水槽の及川や、この後紹介する武蔵富雄たちがいなくなって、新しく入ってきたのはついさっき紹介した大口バスなどが属するブラックバス、お祭りで取ったものが買えなくなって放流された金魚など、どれも人間の身勝手で連れてこられた外来種。皆さんも飼えなくなったザリガニや金魚、メダカなどを川に逃がしたことはありませんか？そんな身勝手によって失われるものの大きさを感じる、胸が痛くなるような展示です。この水槽にはヤリタナゴがいました。先ほどのリストにはいなかったけど、ヤリタナゴも井の頭池からは姿を消しているのかもしれないね。次の水槽も昔の井の頭池水槽、透き通るような水と生い茂る石床も、その石床も住処として群れをなして泳ぐ小魚たち、これも井の頭池からは姿を消した景色なんだろうね。目に映る綺麗な景色と目を背けたくなる現実が刺さる水槽でした。ここからは井の頭池だけではなく、全国的に少なくなった淡水の生き物たちが迎えてくれたよ。まずはこの森の中を切り取ったような水槽、木の下に潜ってみると見つけました。前回の足立区生物園でも紹介したオオサンショウウオ、昭和27年には天然記念物のうち世界的にまた国家的に価値が高いものとして国の特別天然記念物に指定されているのにもかかわらず、今もなお減少に歯止めがかからない問題を持っています。少なくなっている主な理由は、生息環境や中国オオサンショウウオとの交雑による純血個体の減少。上から見ると延べ棒みたい、かわいい。これからの未来は幸せであってほしいね。次は世界中でたった一種類、水の中で暮らすクモ、名前は水グモ。全然動かなかったから写真を写しているんだけど、それもそのはず、実はこの水中の気泡が水グモのお家、生活のほぼ全てをここで完結させるため、あまりここからは出ないんだって。糸を使って屋根を作って、水面から持ってきた空気を溜めて巣を作る。食事も脱皮も交尾も産卵もここでするみたい。頑張り屋さんの引きこもりクモってこと？さすが世界唯一はユニークな生活をしているね。この後も少なくなった淡水の生き物水槽を見ていくんだけど、水槽がどれも綺麗。魚はもちろん、水草も数を減らしているというのは耳にするけど、実際に目の前にすると考えさせられるものがあるね。個人の家にある水槽にはできないレベルの管理がされていて、それがメッセージ性を強くしている。そんな水槽の中で特に気になったところを見ていくね。まずはこちら、環境省レッドリストでは準絶滅危惧に指定されていて、万葉集にも出てくるほど日本に古くからいる水草であるアサザ。そのアサザの下を見てみると、ヤリタナゴやタナゴ、赤ひれタビラがわちゃわちゃ。タナゴなんてそこらにいると思うかもしれませんが、実は近い将来野生絶滅の恐れがある絶滅危惧 1B 類に属しているんだ。基本的に一部の場面を除いて、この一人歩きチャンネルは 4K で撮ってるから、ぜひ画質を上げてみてほしいな。そしてこんな綺麗な水中世界が日本にはあること、それを守らなくてはいけないことをぜひ知ってほしいです。次は糸よ。この後紹介する富雄と同じく背びれの前方に独立したトゲを持つユニークなトゲウオの仲間。なかなか背びれを見せてくれなかった。環境省レッドリストでは絶滅の恐れのある地域個体群に属していて、減少理由は河川の改修や水田の整備等による生息域の減少、すでに絶滅してしまった地域もあるとか。こちらは武蔵富雄。環境省レッドリストでは野生絶滅の一歩手前、絶滅危惧 1A 類に属している非常に珍しい、いつ絶滅してもおかしくない魚。説明書きには昔は井の頭池にもいたけども絶滅してしまったとの記載が。今は埼玉県のごく一部だけに生息しているとも書いてあるね。いつかこの井の頭池でも見れる日が来るのかな。最後は赤原イモリと南メダカ。赤原イモリとかメダカとかペットショップにたくさんいるじゃんと思うかもだけど、環境省レッドリストでは赤原イモリは準絶滅危惧、南メダカは絶滅危惧2類に分類されている絶滅危惧種。特にメダカは勘違いをしている人が多いから最後までよく聞いてね。井の頭自然文化園では上野動物園、
初回の動画で紹介した葛西臨海水族園、そして多摩動物園とともに東京のアカハライモリとミナミメダカの保全活動を行っているんだ。行っていることは生息場所の調査、生息域内保全、飼育下での繁殖を意味する生息域外保全。それでもまだ絶滅の危機から脱することができないのは、田んぼや池、小川の減少、川の護岸や田んぼの整備工事、農薬の使用、生活排水による水の汚れなど、あげ出したらキリがない。再生に協力しようとしてペットショップで買った生態を川に流しては絶対にダメ。理由は遺伝子レベルでの汚染が生じ、本来のその地域に根付いたイモリやメダカの害になってしまうから。特にミナミメダカは生き物に興味がない人には勘違いされていることが多い。ちょうどこの水槽を見ている時に、子供がメダカがいっぱいいるよ、それに対して親が家にいっぱいいるやつじゃんって言ってた。そのメダカ多分ヒメダカです。日本固有のメダカは2012年に北のメダカと南メダカに分けると論文に記載され、メダカという和名は2013年に破棄、北のメダカ、南メダカが標準和名として提唱されました。ペットショップで見かけるのは南メダカの体色変異種であるヒメダカ、北のメダカや南メダカではなく、自然には存在しないはずの存在。一番厄介なのはこのヒメダカが南メダカの突然変異による種内変異であること。これが悪い方向に転がり、野生のメダカとヒメダカは群れの形成や配偶者選択に全く影響がないことが分かっています。つまり野生メダカとヒメダカでペアが作れてしまうこととなり、全国的な遺伝的撹乱が起こっている問題が生じているのです。この遺伝的撹乱で野生のメダカが絶滅する未来があるかもしれません。絶対に家のメダカを川に放すことはやめてくださいね。無責任な優しさが守るべき生き物を減らす原因になることを知ってほしいです。今回の一人歩きはここまで。次回は井の頭自然文化への動物園で冒頭に出てきたフェネックに会いに行くよ。チャンネル登録して待っててください。以上、一人歩きゆらでした。またね。